い、ということで今回はマットパンチングでの深くバイトを出すテクニック、フッキングを決めるテクニックを紹介したいと思います。まあこれ今見てもらえてるこのセッティングなんですけど、まあ、普段からマットパンチングで使うセッティング、まあ、そのまんまの感じになります。でまあ水中の中でね、ルアーがどう動くかとかバスがどう捕食してるかっていうイメージをしてもらえながら見てもらえると分かりやすいかと思います。まあバス釣りって、まあ、やっぱりイメージっていうのが大事なんで、まあ、イメージしながらどういう感じで水中の中で泳いでるかなとか、バスがどうやってルアーを食ってるかなっていうのが大事なんで、イメージが大事です、水中の中での。ということでこのパンチング仕様なんですけど、まあ、バイトが、まあ、ルアーがこうマットの中に今あります、落ちました。でまあこの手がバスの口ですね、バイトがありました、ゴンって手元に伝わるんですけど、お当たったじゃんと思ってここでゴンってきてから何もやらずに合わせようとすると、ルアーがせっかくルアーを噛んだ状態なのにポンって抜けちゃう現象が起きちゃうんですよ。これってすごいもったいなくて、せっかくでかいやつが食ったのにバイトを取れない、フッキングが決まらないっていう現象が起こるんで、これをどう防ぐか、深いバイトを出すテクニックっていうのがあって、それを今から紹介したいと思います。これ今マット貫通しました、バスが食います、ゴンって手元に伝わるんですけど、まだバスってこの上あごと下あごでこうルアーを噛んでる状態になるんですよ。ちょっと分かりづらいんですけど、でゴンってきた時にここで一回軽くテンションを竿先こっち右の方で聞いてもらうと、バスがこう動くんですよね、口体ごと。でそれで2回ぐらいパンパンって聞くと、バスがこいつは餌だと思って反転して逆の方向に持ってくんですよ。で逆の方向持ってったなって思ってからフッキングを決めると、バスの口の中で反転してるんで横にルアーがこう針が出てかかりやすいっていう現象が起こるんで、フッキングが決まるっていう、まあ、ちょっと動画だと分かりづらいんですけど、もうこれもイメージしてもらえると分かりやすいかなっていう。バスがルアー食いました、そのまま合わせずに軽く食ったらテンションかけて引っ張って竿の方ですね、で引っ張っていってそこで2回ぐらいグングンってこう竿でテンションかけると、バスが深くこうガチ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 噛んでって反転して、まあティップでもグーって持ってかれるんで、持ってかしたからフッキングを決める、で横の口のいいとこに針が出てかかるっていう現象が起こるんで、これがあの深いバイトを出すマットパンチングのテクニックの一つになります。まあ、動画だとどうしても分かりづらいんですけど、まあ、これもイメージで水中でどうやってバスが食ったかっていうのをイメージしてもらいながらやってもらえると、まあ必然とバイトも増えて釣果取れる数が増えると思います。ぜひイメージしながらマットパンチングしてみてください。